ールズでペンネームカオスこと萌田薫子役を演じております。チキン先生こと、シーチキンシーチキンじゃないです。おいしそう。チキン先生こと赤尾ひかるです。無事に復活いたしました。おかえり。ただいま。よろしくお願いいたします。そして、はい、皆さん同じくこんばんは。こんばんは。テレビアニメコミックガールズにてペンネーム恋する小ゆめこと、小泉小ゆめちゃんを演じております本土カエルです。ぜひぜひ A です先生とここではお呼びください。よろしくお願いいたします。お願いします。パチパチパチ。はい、本日も2人合わせてアホです。違うよ。あ、もう叩けないよ。怖いな。優しく叩いてな。そうね。なお大事に。ありがとな。はい、さあ、いつもよりちょいと遅い時間で待たせてごめんなさい。ありますが、うん、今回も始まりました。この番組は東京 MX 他にて大好評放送中。そしてなんと本日最終回を迎えます。漫画家専用の女子寮を舞台に、彼女たちの可愛くて楽しい生活や漫画家になるための努力葛藤を描いたアニメコミックガールズの隔週連載レギュラーニコニコ生放送です。はい、そうなんです。私たち2人が、ダブル MC となって、まあ、ね、前回は1人 MC でお送りしましたが、いえ全然コミックガールズの最新情報からあまり関係のない日常的な話のことまで内容盛りだくさんでお届けしておりますので、本日もぜひぜひお手柔らかに皆さんお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。そして毎回愉快なゲストをお招きしながらお届けしてきましたが、うん、今回は誰が来るのかな。なあ、うん、来た。開いてます。開いてます。お邪魔します。お邪魔します。やばいよ。せいやでしょ。大丈夫。いや、めっちゃ声ガラガラだったけど、すごい楽しくて妄想からぶっ飛ばしすぎちゃって。早いわ早いわ。根性入れてかも。はい、じゃあ行きますよ。謝らないとね、不審者だからね今のところね。はい、皆さんこんばんは。あ、こっちですね。皆さんこんばんは。テレビアニメコミックガールズでペンネーム爆乳姫子こと色川るきを演じておりますパイ先生こと大西沙織です。よろしくお願いします。ウイング V の正体は誰にも秘密。高橋理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、うん、全員揃いました。すごい、この時は待ってました。すごい、なんかもう部屋がめちゃめちゃ賑やかというか、ね、すごい圧迫感、まあまあ、いいですね。確かにね、パンパンだね今日。すごい嬉しい。レギュラー番組4回目ということで、サーリン先輩はあの2回目のお帰りなさいませ。ただいまみんな。ちょっと出張行ってたわ。いやいや、待ってましたよ。お土産はないんで、お土産は高橋理恵だから。あ、ありがとうございます。最高のお土産。いただきます。いっぱい食べてくれ。いただきます。いっぱい食べてくれ。ちなみにリエさん初登場ですが、そうなの。この番組はもちろんもちろんご覧してました。わーい、そうなんです。で、冷蔵庫どこにあるか知ってる。この冷蔵庫ここでしょ。正解。ちょっと待って。え、違う、違う、違う、何。いや、冷蔵庫ここだよ。冷蔵庫ここ、ここだよ。そうそうそう、ね、この家の冷蔵庫の場所までわかるぐらい、ちゃんとちゃんと毎回みんなの活躍は見てたから。よかったよかった。焦った焦った。ありがとう。違うとこ開けたわ。でもちょうどね、第3回放送の方のゲストにはフーラ先輩役の宇田玲奈ちゃんが来てくれました。はい、ありがとうございました。ちょっとホラーチックなね、音楽もかかりながら放送したりも実はしていて、結構遊びに飛んだりもしていましたが、面白い。さあ、でもあの前回の放送からのその2週間の間には実はあのコミックガールズイベントがあったんですよ。な、その6月10日にスピーちゃんと本堂の2人でインストアイベントをやらせていただきました。お疲れお疲れ。お越しいただいた方ね、
その場所では2回店舗さんも回らせていただいてね、トークとお渡しとさせていただいたんだけれども、やっぱり皆さんこうなんだろう、第1巻の方をね購入していただいた方っていうことで来ていただいてて、なんか皆さんからのこう質問を募集した上でそれにね答えていくやつとかあったよね。あった。え、どんな質問が来たの？気になる。どんな質問？もうなんか一問一答形式でどんどん答えていけなくて、もういっぱい来てたんですけど。そうなんですよ。え、もう拒否権はないの？全部に答えなきゃいけないの？拒否権ないです。もう時間が来たら小倉さんがピーンってチャイム鳴らすんでプーって言わないと。プーって言ったんだ。そうなんだ。なるほどね。もうちょっと面白そう。ね、あ、じゃあやります今度。いや大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですね。楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お越しいただいた方ありがとうございます。でもってでもって、先日ついに11月開催予定のパッケージイベントのね詳細の方も発表されたりだとか、他にもコラボカフェだとか、ローズのこともね前に告知しましたし、本当にコミックガールズアニメ以外での展開も多いですね。はい、楽しみです。なんか本当にそこら辺に置いてあるグッズとかさ、新しいこうグッズの情報が出るたびに、あ、全部可愛いみたいな。グッズあそこに見た。本当に。いや、すごいよね。ちょっとさ、ここ見れるかな。ここ映せるかな。持ってくる。あ、持ってこようか。これはお願いします。やっぱ家感すごいね。すごいんだよこれさ。これさ、ファンの方がさ、よく多分こういう貴重面なことやってくださるんだと思うんだけどさ、すごくないこれ。ね、こういう風にコルクボードとかにこうビャッとこう貼ると可愛いですよ。これそのまま欲しいもんね。いや、持って帰りたい。こういう技術ないから。確かにすごいわ。ね、ぜひ皆さんもコミガグッズ集めて、こういう風に展示というかね、なんか可愛がってもらえると嬉しいですね。え、これは普通に買えるやつ？ガチャガチャとか、まあ、トレーディングとかですね。何が出るかなみたいな。何が出るかな方式のやつ。うまい商法してまんな。そうなんだ。そうね、でもまあ推しがいたとしても4分の1ですから。まあそうそうだよね。てかみんな推しでしょ。みんなね。はい、戻して。はい。ゆるい家感。でも家感で言うと、あの4人揃ったからこそ改めて言いたいのは、1話とかを4人で見たじゃないですか。そうそう。あの時のことすごい今思い出しました。その空間。いや、ゆるりとね。ほんとゆる。なんかね、あれなんか誰が先にりーちゃんとどの辺が言い出したんだっけ。え、でもなんかみんなで1話見たいねって話をずっとしてて、え、じゃあうちおいでよみたいな感じで、そうだよね、うちにみんなを呼んでっていう感じで、でさ、私行ったらさ、もうすごいの駄菓子だらけなの家が。いや、あれりーちゃんが買ったの。いやいやいや、りーちゃんと一緒に買い出しに行ってて、なんかねぬるぬるぬるでやりましょうよ。ぬるぬるぬるですごい4個ぐらい買ったからさ、ぬるぬるぬるめっちゃ余って、すごいんだよ。なんか一種類につき5、6個買ってとか。私たち4人じゃないですか。いや、6人じゃないけどさ。そうだけどさ、すごいよ。すごかったよね。なんかみんなもお菓子持ってうちにやってきてくれたけど、それでも私たち結構買ってってたから。あれ、なんかさ、あのさ、ガムみたいなやつでさ、中に1個だけ酸っぱいさ、やつ入ってるやつやったよね。やったっけ。女かもしれない。やくわこれ。やったこと、やったこと。やってないよ。やってない。あ、何何何。やったぞ。私は思ってんだからな。すごいライブみたいな。もうすごいコメントの方で、あの女かあの女かっていう風にめちゃめちゃ名前出してもらってます。ありがとうございます。これは別にグッズじゃない。グッズじゃないです。今日ね、生配信をねするからってことで、みんなでこう応援できるように。そうだよ。コミックガールズ頑張れ。タオル振ってくぞ。まだ終わらないで。終わらないで。涙も拭けるからね。確かに。そうだ。でも涙は見せない。涙見せないで。そうだ。涙見せないで。見せないで。来たわ。まあこんな感じでね、家でもすごい楽しくやらせていただいてます。はい、そうなんです。でですね、ちなみにここでね、またいいお知らせがあるんですよね。何？2018年4月から始まったテレビアニメの放送も今宵最終話ということなんですが、なんとここで ATX での5月の視聴者アンケートでコミックガールズが視聴数第1位を獲得。やったー。最初しかもあのですね、これ実は2ヶ月連続なんです。ありがたい、皆さんありがとうございます。本
に可愛い、素晴らしいと思います。そしてそんな ATX さんではこの後23時からもう放送始まる、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 行ってらっしゃい、行ってらっしゃいだよ。再生数上げといて、ちょっと今そうそうそう、見てください、見てる場合じゃない。 ATX を見られる方々はもう今すぐやっとそちらに行ってください。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、よろしく、行ってらっしゃいませ。でも二窓することもね、可能。そうです、そうです、だよね。じゃあコミックガールズ見ながらこの生放送みたいな、生放送みたいなの私は今。ぜひぜひ、ね、ということで、はい、私たちもね、はい、この番組最後まで全力で頑張りたいと思います、うん、はい、じゃあそろそろ番組を本格的にね始めていきましょう、始めましょう、はい、ということでタイトルコール、ぜひお二人ももう温泉じゃないか、ぜひお二人のお付き合いよろしくお願いいたします。はい、はい、それではニコニコミックガールズ第4回スタート。かわいい小夢ちゃんにかっこいい翼さんに大人っぽいルキさん、妹のミキちゃんも出てくるんですか。コミックガールズ好評発売中、ホームン社。そしてそもそもコミックガールズとは、はい、大事です、毎回やりましょう、はい、漫画タイムキララマックスにて大好評連載中の半沢香織先生による4コマ漫画作品でございます。はい、単行本は、期間4巻でございます。というわけで早速なんですが、リエリー、うん、原作を最初に読んだ時の印象とかを聞いてみたいな。そうだね、原作を読んだ時の印象についてたくさん語りたいことは多いんだけれども、やっぱりそういうことを語るのはこういうところにあるんじゃないかなっていうところで、なになに、こちらコミックガールズテレビアニメ公式ファンブック漫画家寮へようこそということで、こちらにですねキャストインタビューなどなどたくさん載っておりまして、こちらにたくさん語らせていただきました。はい、見たい、以上です。見たい、読みたい、完結、知りたい、読んでくれと。すごい、そうなんです、すごいすごいたくさん語らせてもらって、そのそれぞれ ね、 でしたね、なんかソロインタビューみたいな感じで一人ずつね、たくさん語らせてもらってそうなんですよ、全然うまいな、すごい、ね、スタッフインタビューとかもね、あの半沢先生だったりとか、監督、シリーズ構成、キャラクターデザイン、プロデューサーさんだったり、知りたい、知りたい、すごい、すごいです。目線によって違いますからね、印象に、ね、なんかさ、作るその過程のことってあんまりわからないじゃない、わかんない、で最後のなんか後付けっていうかね、声でお手伝いって感じだから、ね、なんかちょっと知りたいわ、いろいろ、なんか私服のこととか書いてたらいいよね。あ、あ、確かに、うん、みんな私服可愛かったでしょ、私服多いんだよね、この作品数が本当に凝っていて、そうそう、キャラごとの服が、それで言うと根性、根性、根性、そう、今日はあのつーちゃんがあの根性を着てたので、私も根性、いや、ネットでポチりましたよ。すごい、どうやって調べて見つけたの。え、根性 T シャツで検索。いや、そうですね、すごいね、なんか本当になんかそういうとこなんかつーちゃんとなんかすごい共感というか、うん、根性を切るとめちゃめちゃつーちゃんの気持ちわかるし、すごい根性出てくる、すごい根性出てくる、すごい、すごい、なんか絶対売ってやろうっていう根性絶対買ってくれ、なんなの、絶対買ってくれ、すごい力、顔の力がすごい根性出てきます、ね、ありがとうございます。はい、ですね、そんなコミックガールズなんですがね、うん、もう今だね、そっか、そうですね、うん、もう放送がね、はい、ATX さんではね最速で始まってますね、テレビ話の方が、ありがとう、りーちゃん、うん、気が利くわ、この番組で水がなくなるのはサオリンだって知ってる、ありがとう、見てた、見てた、すごいじゃん、もうファンじゃん、そうだよ、そうだよ、サオリン先輩がいなかった、そのあのレイナちゃんが来てくれた時にはお水はもうほとんどなかったです、うん、あ、スタッフは続く人がいなかった、そんなにいらないだろうということ、誰もそんな飲まなかったの、そんなに飲まなかった、そうなんだ、みんな何、水飲まないでどうやって生きてるのだって人間の6割は水なんだよ、確かに、そうですね、みんなカラカラじゃないの、カラカラですね、カラカラ、ね、私は多分カラカラです、めっちゃ飲むからむくむんです、潤いです、潤い、潤い、潤ってるよ、違うの、お肌のね検査みたいな行ったの、正しいんだ、行ったの、行ったの、そしたらね、うん、もうカラッカリッカリだったの、え、でももちもちですよ、知ってますか、知ってますか、見せかけのもちもちだったの、見せかけそういうのない、もうあんたやばいですよみたいに言われて、なんかもっと保湿保湿保湿しなさいすごい言われたの、ま、だから水の多分もっとカリカリだよ、でも多分それはあのお店の宣伝じゃないですか、だから買えよみたいな、そういうこと、だから本当は潤ってるのに、なんかおこそこそですからこちらをどうぞ、私あ、そうっすかって言って全部買っちゃったんだけど、お客様じゃないですか、ダメじゃん、いいお客さんだ、いいお客さん、いい肌してるもん、みんな
あ、肌診断、肌診断してあげようか。肌診断してして。でもね、なんかね、あれだな、ピンちゃんが一番なんか水分ありそうな気がするな。確かに、あのね、サラサラしてて、プニプニしてて、その中間って感じ。中間、バランサータイプ。あ、ありがとうございます。何これ、肌診断ありがとうございます。ありがとうございます。何これ、何これ、まだ言わなきゃいけないことある。何の番組だっけみたいな。お肌の番組じゃないですね。今頃あの ATX の方でねご覧の方たちもいると思うんですが、くれぐれも、あのもしニコ生もご覧の時は、ね、ネタバレの方はお気をつけて、あのコメントをしながらなと思います。はい、お願いします。それじゃあね、ここから私たちね、今から20時30分までの本放送までのね、ときめくさんとかの間まで何をするのかと言いますと、毎回ねゲストの方には演じるキャラクターについて、紹介していただいております。というわけでもちろん今回はリエリーの演じる翼さん、そしてウィングボイ先生をピックアップしたいと思います。お願いします。やったから、ぜひ翼さんについてのいろんな話を聞いてみたいんだけれども。そうですね、なんかもうこう最終回がオンエアされるタイミングだから、こう改めてキャラクター説明っていうほどでもないんですけれども、なんかパワーポ用意していただいたので出してもらえますか。こちらですね、はい、勝木翼、つーちゃんっていう風にね、つーちゃん、はい、ルッキーには呼んでもらってますけれども、はいはい、まあ少年漫画家です。あとなんかこうキャラクターになりきるのが癖っていうので、こうテンション差が結構激しい子で、そうなんですね、可愛いですね、中二な感じもね、もうめちゃめちゃなんかすごくこうセリフ一つ一つがすごく決まっていて、でなんかすごく統治法を使っちゃったりとか、なんかそういうところですごくかっこいい、仕事大好き、漫画大好きみたいなところで、そんな感じですごくなんか可愛らしくもかっこいいみたいなところもつけこかななんて感じです。はい、そしてここでリエリー、あ、書いてくれたものがあるんだ。いや、なんかね、フリップ使って絵描いていいということで、久しぶりにこう絵を一生懸命描いてみました。はい、ということで、私の描いたつーちゃん見てください。ドーン、すごい、そのまんま、すごいな。なにこのさ、紙はさ、これ何で、何したのこれ。あ、なんかこう、100均にいいペンが売ってて、ペンのクオリティじゃない、100均でこれできんの、100均にいいペンがあってね、うまい。あ、でもそんな感じでちょっと少年漫画といったらなんかこうドーンって感じかなって思って、ドーン、ドーンさせてもらいました。素晴らしい、素晴らしい、すごい、ちょっと少年漫画感を出したくてね、出てる出てる、集中線、はい、なるほどね、私の解説つーちゃんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。でもイラストつながりでいくとなんですけど、私たち3人もそれぞれね、翼さんはここに書かせていただいたりしていて、来ましたよ。あ、ちなみに本堂も以前書いたんですけど、ちょっとあまりにも乱雑な絵だったので改めて書きました。あ、なるほど、そんな、え、じゃあ誰から見せてくれるのかい。じゃあせーのでいきますか。あ、じゃあせーので、じゃあ行きましょう、はい、せーの、よいしょ、ここ、あ、は、あ、ここよいしょ。漫画って何？あ、出た出た、こけし、こけはるこぼし。すごい、みんななんかそれぞれちょっと違う、すごい、みんなテイストが違う、全然違う、ね、すごい、みんな個性豊かに、あのつーちゃんを表してくれてて、すごい嬉しい、すごい。エイデちゃんのそれはあれだよね、暗黒勇者では、暗黒勇者で、そしてあのインクがいろいろついてます。すごい、ほんとだ、かわいい、いつもなんかちょっとボロボロというかね、ちょっとね、負傷してるところがかっこいいというか、仕事明けみたいな感じ、素晴らしい、それぞれの味が出ましたね。サオリンの、サオリンのあれだね、私の何話だっけ、10話くらい、10話くらいの時のかな、なんかお正月、年末年始にね、家に帰ってちょっと毒されちゃったつーちゃん、そうそうそう、もうなんかキラキラてんてててててんみたいな、お正月のお嬢様モードにちょっとなってしまった時のね、やりましたね、っていうやつと、してと、かわいい、ま、おなじみ赤尾作画のこけし先、こけし翼先輩だよ。ちゃんと白、あの、ここ見てください、こういるんですよ、いるんですよ、これ何、誰がいるの、ここ、それは暗黒勇者をご覧になってる皆様がの、そうですね、はい、あの子でしょうね、あの子でしょうね、暗黒勇者といえばあの子でしょうね、そうでしょうね、はい、ありがとうございます。聞きながら、お話ししてきたんですけれども、まず最初にやっておきたいことがあります。おペンネームを決めましょう、大事なこと、大事、ついに来ましたか、儀式だから、ね、儀式です、儀式ですね、まあ、ここに座るならば通過儀礼、やはりちょっとじゃあ正座しよう、正座しましょう、お願いします、ちょっとしっかり決めていきたいなと思います、ね、はい、はい、はい、まず高…ごめんなさい、
みんなの、みんなの台本に高橋さんって書いてあるからついついタコタコっていう、でもリエさんって呼んでる、リエさんって頭がくるくるーってなってはい、まあリエさんには私たちの アシスタントして、うん、この番組の進行いろいろとお手伝いしていたいと、いただきたいという建前があったりいただきたいという建前があったりなかったりしますが、ノリっていうことで、うん、まあ登場キャラクターのペンネームを参考にしつつ、うんうん、あとは番組内でも呼ぶっていうのがお決まりなので、あんたさ呼び合ってないでしょ、まるまる先生ってバレてーらよ、これバレてるわよ、チキーン、エイデス先生パイ、あ、ありがとう、パイ先生、ちょっとパイ、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 先生なくなる、ちょっとやめなさい、やめなさいよ、2個つなげんじゃやりません、パイ、パイ、やめなさい、深夜のテンションでしょ、もう、楽しくて、ね、もう他にはあの上田玲奈ちゃんは真っ白先生、真っ白先生、いやこれもずるいと思ったわ、みんな、いいな、真っ白いいよね、いいよね、みんな欲しい真っ白、真っ白先輩、っていうものをまた参考にしつつリリリリ、すごいよね、みんな由来がね。ちゃんとあるもんね、うん、じゃあ私のなんか由来とかなんか、でもなんかこうあのツーちゃんに合わせてなんとか V とかなんとかなんとかみたいな、うん、あのローマ字つけたい、あ後ろに、あ高橋 R でいいんじゃないすっごい簡潔、ね、すごいシンプルすぎる、シンプルすぎる、高橋 R 先生、そんな高橋 R でしかないじゃん、あれはね、高橋さんいいかもしれない、いいよね、地面にしてもらうのすごいな、なんか人的にいい感じだよ、バランス綺麗ですね、すごい量産型っぽいよねなんかあのね、学校とかその小学校とかの時にさ、同じクラスに高橋が2人ぐらいいるとこうなるの、高橋 R、 高橋 S とか高橋 M とかなるんだけど、すごいそれを思い出しましたね、あとは、あるかな、でも横文字はいいですよ、それはウイング V ですから、カタカナがいい、カタカナ、うん、カタカナ、カタカナ、高橋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 、勇者、勇者で、ハイブリッジ、ハイブリッジ、ハイブリッジ R、 かっこいい、ハイブリッジ R、 ハイブリッジ R、 なんか聞いちゃった、ハイブリッジ R、 ブリッジ、マッスル、マッスル、マッスルって関係なくない？マッスル R 先生、ハイブリッジ、ハイブリッジ、ハイブリッジかな、ハイブリッジってどういう意味？高橋、高橋、高い橋、本当だ、何言ってるの？パイ先生すごいじゃろ、すごいじゃろだな、うん、それじゃ あ、 あのハイブリッジ、ハイブリッジ決まりました、あ R でいいのかな、本当にやだ、いやハイブリッジ V、 あそれはちょっとさすがに L にします、 L ってなんで、な何の L にする、リエ R じゃなくて L リエ、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 ハイブリッジ L 先生、えちょっと誰か字面見たいから、ハイブリッジ L 書いて、コメントをください、ハイブリッジ L、ハイブリッジ R とハイブリッジ L どっちがいいかな、でもなんか R が意外となんか形が可愛いんだよね、うん、あほらなんかさ、あじゃあハイブリッジ R にしようかな、 R、 あでも、うん、L もスタイリッシュでもいいけどね、 L はかっこいい、 R は可愛い、もう右か左かか恥ずかしいどっちがいいかな、 L R じゃんどっちの方が可愛い、可愛いのは R、 R、 どっち利きですか、右手、右利き、じゃあ R、 じゃあ R で、じゃあ R で、じゃあ R で、お願いします、お願いします、ありがとうございます、はい、R 先生に決まりました、ありがとうございます、ネットでキリン番組で名乗ってください、はい、というわけで改めて本日のアシスタントさんがパイ先生と、はい、ハイブリッジ R 先生です、にお手伝いしていただくこととなりつつのこのコーナーに参りましょう、うん、ニコニコミックガールズ連載開始記念企画、リアルコミックガールズプロジェクト、イエーイ、はい、こちら何をやるのかと言いますと、と私と赤尾ちゃんの2人が実際に4コマ漫画を描かせていただき、うん、漫画タイムキララマックス本誌掲載を目指すというとてもチャレンジーな企画になっております、あばばばばばば、いやスタッフさんも今すごいあばばって言った瞬間にテレビを落とすっていう、あっちばばばってます、すごい大変そう、頑張ってください、はい、前回私がお休みだったので、そうでしたね、はい、ネーム作成の方もね、一旦お休みということでしたが、本日はそんな訪問者に持ち込ませていただいた結果の発表をガチでやります、いただいた文章をそのまま読ませていただきます、すごい、もちろん新作発表もあります、やったー、新作、さっきいっぱい書いてたもんな、そう、ピーちゃんのお休みの間、ピーちゃんの分もと思って書かせていただきます、ありがとう、頑張ったぞ、うん、
そこで私たち2人が書くのはオリジナル作品ではなくて、コミックガールズを元ネタにしたいわゆるアンソロジー4コマになります。でですね、皆さん、アンソロジーといえばなんですけれども、公式ツイッターでも日刊コミックガールズやっておりますよね。見てる方いますか？ありがとうございます。ね、いつもいつも日刊だから毎日更新されておりますが、本日も例題としてぜひぜひ皆さんにいくつかご紹介したいと思います。では早速、まず一つ目はこちら。これやっていいやつだよね。どうぞ。これやりましょう。みんなでやっちゃいましょう。主人公になりきって書いてみたら？なるほど。ではまずは主人公と同じ髪型にしてみます。私たちも協力するよ。みんなでカオスちゃんの漫画の登場人物になりきるわよ。ケーキが食べたいのにスポンジしかないの。生クリームならそこに落ちてたわよ。私も今朝腕からイチゴが生えてきたところだ。なんだかんだで無事ケーキを食べました。私の漫画って本当にめちゃくちゃなんですね。すみません。そして2枚目はこちらです。お風呂のマッサージ効いてない気がする。あ、そんなすぐには効果出ないわよ。継続してやらないと。そうだ、お風呂で一緒につーちゃんに教わったら。ストレッチなら私より詳しそうだし。ちょうど原稿がお風呂シーンだから作業もはかどるわ。もっと脱力して。シュボボボシュボボボボ。なんかカオスちゃんの方がはかどってない？そんなことないです。ひゃー、すごい。え、これさ、初めてちゃんと4人さ揃ってた。ついに、ね、みんなでやれました。すごい久しぶりな話かも。確かに、すごいアフレコ終わってからすごい久しぶりな感じ。みんな、私たちはコミックガールズだった。コミックガールズ、コミックガールズ。この感じ、この感じ、すごい。とまあすいません、盛り上がっちゃいました。いつもこんな感じです。お送りしたんですが、私たちが2人が目指す4コマは今ご紹介したような雰囲気のものとなっております。では早速、前回はお休みだったので前々回の放送を受けて半沢先生とそして編集部の方からのお戻しをいただきましたので紹介したいと思います、が、まずはやっぱ一周空いたのもあり、どんな内容だったのかちょっと忘れちゃったなという方もいるかもしれませんので、改めてネームを紹介したいと思います、まずは赤星のネーム。はーい、はい、チキン先生です。うん、みんなでなんだっけ、アクリルキーホルダーを、この、LINE、SNS で、SNS で、ポチポチして、報告会みたいなね、報告会をして、していて、急いで送らなければーって。送るの字がなんか、はたーっていうみんなにそう突っ込みされるっていう、もう実話ですね。実話そのまんまの元にしたってやつで、あばばならぬはたーって新しく出たっていう、いうものがまずね、1本目としてピーちゃんはありま、チキン先生はありましたが、ではこの1本目に対するお戻しを紹介いたしましょう。まずは半沢先生からです。癒されました。ただ同じ構図が続くので、中中線やベタなどでカオスの心境を伝えられるとさらに良いかと思いました。へぇー、ちょっと結構中中線やベタ、中中線、ちょっと考えなかった。え、じゃあどこ、中中線だったらどこ入れた、やっぱ旗だじゃん。旗っていうようだね。あー、なるほどね。そしてそして続きまして編集部の方からです。かわいい、人も実はかわいいずっと同じ構図なのはそれはそれで面白いかもしれません。個人的にはオチの面白ポイントが少し弱い気がしました。4コマとしてはちゃんと起承転結成立していたので、この調子で頑張ってください。はい、ということです。ありがとうございます。素晴らしいコメント、本当にガチのしっかりとしたコメントいただきました。ありがとうございます。じゃあじゃあここで2本目ね、2本目、お、2本目を書いたのかい。2本目はもうちょっと頭から言うやつか。実話をもとに、ね、自分で創作したお話です。こっちも可愛いんですよ、では見てみてください。はい、じゃあお泊り会の出来事です。まあ、朝かって言ってじゃあトン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 作ってる。小夢ちゃんお風呂だし、もう少しだけお風呂だし、最高。は
帰ろうの。マダンジェル、みんな起こすの手伝って。感謝だ、了解だ、心出てよ。結局みんなですやーすやーっていう。本当にただ可愛い、可愛いすやー。こちらの2本目に対するお戻しです。まずは半沢先生です。癒されました。三つ編みを食べたり遊び心が良い味を出しています。どちらも1本目も2本目もどちらも事実が元になっているネタということで、あれもこれも書きたくなると思うのですが、一番大事なオチを目立たせるために情報を整理すると良いでしょう。絵が可愛くとにかく癒されるので読みやすくなったら強いと思います。なるほど。続きまして編集部の方です。はい、かわいい。出た、もう出た。なんだそれ。おなじみ。ね、綺麗に落ちていてよかったです。3コマ目の小夢がお風呂から上がったというセリフはちょっと不必要な情報だったんだ。結構ね。そして4コマ目には半沢先生か。そうなんですよ。ここ。カーリン先生もね、一緒にお友達したから、とのお戻しをいただいておりました、うん、ありがとうございます。本格的、はい、そうなんですよ、うん、続きまして、本土市、はい、お願いします。ちょっと文字が多いですが、こんな感じでした。はい、ミネズ先生の、翼さんの、弱って書いてるんですけど、弱みですね。弱み弱みが知りたくカオスちゃんに聞きに行った小夢ちゃん、うんうん、そしたら、うん、あ、この前にょう先生にびっくりしてたな、うんうん、急にで怖がってたなって言って、あ、じゃあちょっとカチューシャかな、うんうん、って言って、ならばてるてる。そして様々な方法で翼さんの周りで、あの、なんとかだにゃって言って、いい、でもやってることはとてもいいこと、うんうん、あばば聞いてない。うんうん、そして聞いてる、こっちに聞いてたっていうものを書かせていただいておりました。うんうん、ありがとうございます。うんうん、さあさあさあ、はい、それでは、うん、コメントを発表したいと思います。はい、まずは半沢先生からです。うん、まず絵がうまいです、うん。アップとロングのメリハリもあって読みやすい。せっかくなので3コマ目など背景も入れるとさらに漫画らしく良くなります。背景考えてなかったな。落ちるのがルキなので、うん、どんな妄想をしているのか気になるので、そっちの方向性でも見てみたいですね。確かに、はい、漫画のテクニックがすでにたくさん身についているので楽しみです、という言葉をいただきました。めちゃめちゃ分かりやすい。分かりやすい。さすがす。はい、そしてそして続きまして、うん、編集部からです。うん、かわいい。出た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 。合ってるんじゃないの。編集部なんだ。もう大丈夫。はい、1コマ目から細かくオチをつけていて飽きさせない工夫がいいですね。うんうん、小夢の翼への絡み方もとっても良かったです。うん、ルキは素だと小夢と翼に対してこういう反応はしなさそう。そうか、カオスならありそうですが。確かに、ね、妄想の内容を絵で見せてあげた方が納得感のあるオチになるかと思います。なるほど、まあ、3から4の間がちょっと見たいっていうことな。うん、なるほど、すごい参考。すごい、面白い。本格的なこと、ありがとうございます。わかってる。はい、そしてそしてですが、私、はい、さっきも言いましたが、改めて新作用意したので、すごい、楽しみよ。はい、うん、じゃあちょっと紹介してもいいですか。お願いします。こちらの、ピーちゃんがいなかった時に考えたので、ピーちゃん要素入れようと思ってこうなりました。おお、わー、起き上がり、カオス、うん、カオス、激しい、あらら、かわいい。起き上がり、ルキ、コンパクト。え、ほんとだ、スンってしてる、スンって。なんでよ。理由はこちら。いやひどいわ、矢印書いてるわこの子。続きまして、起き上がり、小夢、うんうん、ぽよぽよする、かわいい、ぽよぽよ、たった起き上がってこそ。そして最後が、起き上がり、翼。え、転ばない。本当に何をしても起き上がる。おお、次元が違う。なるほど、なるほど。かっこよくしたかったんですけど、なんか逆に飛ぶ。起き上がる。飛んだ。ちょっと間違えてしまったとこあるんですけど、こんなものを書かせていただいてました。すごい。そしてこちらの新ネームですが、うん、早くも戻しをいただきました。早い、仕事早い。仕事めちゃめちゃ早い。さっき書いてたよね。さっき書いてた。もうすぐです。さすがっす。そして、香織先生より、はいはい、翼が飛んでいく落ちなのは予想外でいいです、うんうん、4コマ
としての読みにくさがちょっと気になりますね。確かにな。2人目くらいまでは比較的普通な例を見せて、かっこ、うんうん、カオスと小夢、うんうん、3人目がちょっと変でかっこルキルキ、うん、で4人目が予想外というのが定石かなって思います。定石ね。定石かなって思います。また、はい、各コマの様式というかフォーマットは固定した方がいいと思います、うんうんうん、右に起き上がり丸々、うん、で上に結果、うんうん、真ん中に絵、左側にキャラのコメントまたはツッコミというのが読みやすい。へぇ、ちょっといね、そういうことも、ね、考えて帰り持って帰ろう。いやすごい勉強になるな。勉強になる、はい、そして担当さんより、うん、はい、うん、発想は面白いです、うん、ルキはちょっと絵から状況がよく伝わらないと思うのと、うん、翼のオチも少し伝わりづらいかなと思いました、他のキャラも起き上がってるし、うんうん、はい、翼があるからそもそも倒れないとかの方が分かりやすいかも。なるほど、翼が折れないぜみたいなね。翼だけにねみたいな。なるほどなるほど。でルキは倒れたまま起き上がらないとか、あーしーんしーんっていう状況なのね。はい、しーん、すごい勉強になる。なるほど、4つのコマでこんなに広がるんだね。すごい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てますか、先生。先生、ありがとうございます。先生、先生、見てるかな。先生なら見てるよ、きっと。ツイッターで、ツイッターでアババとか言ってくださってるはずです。先生、先生。ということで、この結果はですね、7月19日発売の漫画タイムキララマックス9月号をお楽しみに。いやー、載ってるかどうかすらもそれを見ればわかる。載ってなかったらお察しください。お察しください。倒しかない、倒しかない。はい、でもまだ結果知らないので。頑張って。以上、リアルコミックガールズプロジェクトでした。あーばーばーばー。ばコミックガールズブルーレイヤーの DVD が発売決定。リアル女子高生に囲まれた私のドキドキウハウハな漫画家寮生活が皆様のお手元に。小夢ちゃんは可愛いし、翼さんはかっこいいし、ルキさんはまた胸の小ささを気にしてる。しかしそんな姿に我々はコミックガールズ第1巻6月27日発売。はい、皆さん、放送まで残りあと約2分。おい、はい、ニコニコでは第1話から第11話までの一挙振り返り上映会もやっていたということで、うんうん、復習バッチリですよね。うん、そしてこの後放送されるのが第12話、いってらっしゃいませ立派な漫画家様たちです。というわけで大変お待たせいたしました。まもなく本日のメインイベントのお時間でございます、はい、皆さんテレビの準備はよろしいですか。つけてる。このニコニコミックガールズの番組と一緒に楽しめるチャンネルは東京 MX、 そして BS11 になります、うん、で視聴環境がないという方はごめんなさい、想像でお楽しみください。お願いいたします、はい、ではそろそろテレビのスイッチを入れて、はい、東京 MX、 ATX、 そして ATX から出戻りの皆さん、おかえりなさい。おかえりなさい。私たちと一緒に楽しみましょう、うん、はい、ぜひぜひ。では間もなく23時30分から第12話、いってらっしゃいませ立派な漫画家様たちがテレビ放送されます、うん、それをみんなで見ようという企画になりますので皆さん、はい、楽しみでございますね。はい、楽しみです。ここ大事です、はい、この番組ではテレビの映像音声は一切流れません。もうリアクションだけ、ね、私たちの。そう、リアクションだけ。テレビをしっかりつけてください。そうなの、うん、見たかったらね。はい、あと1分なので、まあ、録画とタイムシフトと一緒に楽しんでもらえたりも ね、 す、 ねすると思いますので、ね、はい、私たちも後ろにね、そうだそうだ、ありがとうございます。こちらを準備しながら共に楽しんでいきたいと思います。はい、お、すごいテレビの音が聞こえる。聞こえる、聞こえる、はい、いいね、すごい。今もう何人ぐらいいるんでしょうね。何万人ぐらいかの人と一緒に楽しむってことですよね。すげー、よろしくお願いします。楽しくお願いします。みんなで楽しむなんだよ。やばい、テレビ移動してもらってありがとうございます。寂しいですね。すごい、4人で見れて嬉しい、ね、アフレコの時のなんか裏話とかね、こう覚えてることあったら話したりしつつ、みんな一緒に楽しみたいと思います。お願いします。あと10秒くらいで始まんじゃん。10秒、10秒、そんなすぐ始まるかね。7 6 5 4 3 2 1 0。よいしょ、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 よ
わーって何かかわいいわしらや書いたのわしらやわしらやババ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 バケオス、また来てるケオス来てましたね、おばあちゃんがアペケとかしたんじゃないのケオエスカオスカオルコカオルコだカオルコカオルコなんだけどねえ、ついてる、ついてるそんなに付かないよ、すごい出てるねあ、そっか、オープニングないねそうだよ、うん、今コメントでいただいてました、うん、そういえばあばばばばばばごめんなさい、音量大丈夫大丈夫、取る平気大丈夫です音量今上がった人誰誰か音量上がった人いるあ、調節してくれてる大丈夫です平気平気平気大丈夫です、うん、こういうね、CM の間にねそうそうそう、ね、やっぱ環境整えてもらえば CM もしっかり見てね、あ、CM の間に皆さんお手洗いとかしましてねそうそうちゃんと時間、あ、でも CM も見てくださいねもう全部見てくださいね。よいしょ。どれだろう。ちょっととりあえず全部あげちゃったわ。本当上がってる。上がった？あ、CM の間も私たちのこと見えてるんですね。忘れました。そうだよ。CM 見てるよ。私 CM 見てたから。あー。思考ね、思考ね。ここでいい？はい、ありがとうございます。みんなが見えるんだって言ってるよ。気をつけて、1枚で足りるかい、はい、はい、もう1枚やろうね、はい、まだあるから、はい、始まった始まった、みんな始まったえ、網沢さんが箱作ったあ、なんか喫煙者あ、うわかっこいいこれ焦げカオス焦げカオスうわギャオという夢でした。よかったよかった。ああよかったよかった。夢だよ。真っ黒な未来とか言われてる。真っ黒な未来。やめて。あら。あば。ほっぺにかぶりつくなんて。羨ましい。素敵。うん。イエーイ。ひどいナチュラル失礼顔って悲しい、うん、やだやだよこんなに綺麗なのにねなんでよあれあれあ見てるやつって言われてあの城の時のあの BGM 大好きですトーみたいなトーターターターみたいなびっくりした。びっくりした。あ、かわいい。かわいい。かわいいわ。かわいい。悲しい。寂しい。そうです。しょぼん。え、寮にお品書きあったんだね。うんうん。かわいい。ポニーテールかわいい。珍しい。あーああ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 あらまあすぐ食べ物うんええあああ早いつらそうあらあらあら出たあらあらあらまあへそみんなへそ言ってるへそいいねあらウインクなんかしちゃってまあウインクできますかえそいやー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 爽やかだけど絵面ひどいこの絵面かわいいできるかなランニングできるかな走れるかな頑張れ頑張れ頑張れ
だいぶ遅いな、オープニングのままだ体を目覚めさせてスイッチを入れる、わあ、漫画モード入っちゃった、置いてかれた、置いてかれた、入った、スイッチ入った入ったほんとずっと食べてるね、ずっと食べてるまた太るぞ、そうだよ、またファッティーな声になっちゃうよ、もうもうもう、うん、うん、あ、デスクトップフォルダ多いな、ちょっと止めてみたいですね、また頑張れ、また食べてる、いやフィギュアなんかもう増えてない、すごいんだけどあ、真っ白か、真っ白な未来、真っ白だったか、真っ白な未来回収したダメだ、早いよ、いいかごめんね、ごめんね、みんなで衣装、いいシンパかわいい、あーそっか、翼、お家帰るからね、やつの好みにやつの好み、もう心配だよ、かわいい、よしよしよし、うん、うん、お見送られとる、タイトル回収、ね、回収しましたね、そうだね、あうわあ寂しい、空っぽい、やだ寂しい、本当にいっぱいある、めっちゃ詰まってギョイかわいいピーちゃんさ、リーリーのうち行った時これなってたよね、やってたね、コードに足引っかかってた、4、5回引っかかってたよね、コード本物じゃん、コースうーん、あーしこけし優しい優しい、なんか単純っていうか素直なね性格で、あ、あれ、あどうしたどうしたどうした、ダメだもん、どうしたの今度は
かわいい。あ、やっぱ趣味は一緒なのかな。あ、大事なんだやっぱ。かわいい。ささって避けたもん。倒されない。始まった。あ、すげえじゃん。あ、おお。あれ、あれ。めっちゃ恥ずかしいやつ。恥ずかしい恥ずかしい。かわいいな。おいしそう。ずるいなぁ。おかぁ、おかぁ、おぉ、わぁ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 、かわいい。すごいね。あやにゃーすーさんも来たよ。かわいい。おねむ、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 ひたろこばかり。あぁうん、頑張れ。うん、しちゃうわ、うん、書き切れるのかな、うん、頑張れ、ね、本当に心配だ。手を貸したくなってしまいますけどね、でも本当部屋がもぬけの殻というかさ、小夢がすごい散らかしてってたからさ、確かにすごい何にもないの寂しいよね。だいぶ辛いでしょうね、うん、あれは、うん、そうだよね。うそうか、いやー、どうなるんだ。でもここでカオスちゃんが、ね、楽しそうでよかった。そうだね、確かに救われる心が、うん、ずっとカオス先生の声聞こえてる。よかった。デスクトップセットこれだ、ね、うん、うん、あ、うん、あ、アバのノリでおかっておちり、ほら確かに確かにそうだね。うん、うん、うわこういうの超楽しい、うん、あ、来た来た、絡まってたよね、コードに。絡まってた、確かに保育園から逃げてきたって結構距離ありそうだけどなんで、うん、さ吉原さん、吉原さんパパ、かわいい、この時から三つ編みとかしてたんだよ。うん、お、うん、お母ちゃん、吉原さん、吉原さん、すごい親バカ、いい親バカだわ、いいわ。私のママと一緒なんですけども、え、そうなの、めっちゃ買うんですよ、え、同じやつを、ほんとリアル、すごいね光
かるって。あら、いっぱい買ったよって、今月も予約したから取りに行かなきゃって。かわいい。いいな。ここかおりこちゃんなのいいな。ねえ、優しいわ。家庭で育ったらそりゃこんな素直な子になりますね。ねえ、でもなんかカオスも強く成長したなって感じ。私だったら帰るってなるもん。すごい、でもいい眼差しだったよ ね。すごい強くなった。かわいい。すごい、クレープお化け描いてたのと全然違うね。めっちゃに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 っちゃ、溶けるー溶けるとか食べられてたらバクッて怖かったな。寝ちゃった。もう本当に、うわそっからか、ちょっとちょっとマジでやだ、うわThank you.
怖い。本当だ。うん。ねえ。ホームだよホーム。そこに置いたままなんだ。かっこいいなぁ。かっこいい。
することができて本当良かったね。みんなで見れて良かった。良かったです。共に時間を共有して見れる。ね、大丈夫だ。大変まつげが落ちてるよ。ありがとうございます。あ、アップル映ってるよ。でもほらほら、あの第1巻出るから。そうなんですよ、みんな買って。本当にそうですね、まだまだだよ。よろしくお願いしますよ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、ここまでお届けしてきましたニコニコミックガールズ、そろそろエンディングのお時間となります。あらまあ、見たいことがたくさんありまし、私は改めて振り返ってみますか。はい、でもどこから振り返ったらいいか、もう一回、とりあえずもう一回見てみよう。でも一番最後の、あの全然感動じゃないんですけど、一番最後の、オープニングとか終わって最後の4人の、あそこアドリブ入れたいかってじゃないですか、私たち、あーみたいな。入れた入れた入れた、そうだ、本気の監督のじいさんに入れたいんですけどって言って、4人で入れたのに、まあ使わないと思いますけどいいですよって言われて。確かに、まあ、結局使われてなかった。でも使われてなかったです。でもなかった方が綺麗でした。いや確かにそうだよね、わかる。最後あれだよね、あの小夢がこう手伸ばし漫画描こうって言って、で、あの行って、で、なんかこっちが2人がこう微笑んでるところ、ふふみたいな、ずれたんだよ、入れたんだけど完全に打足だったからボツボツでしたよ。なんか止めみたいな感じのとこだよね。そう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 、入れたね入れたね。いらなかったんだ。やっぱりいらなかったね。やっぱりいらなかった。正しかった。さすがですね、本当に。いや、ありがとうございます。いいものが、いいものができました。みんなありがとうございます。よかったよかった。あのめちゃめちゃ綺麗な A プラスさ、ピーちゃんのあの演技でのさ、新幹線の中の涙、あれは本当にこっちにも来るものがあって素敵でした。ありがとう。でもこの場所もあれだね、結構カオス泣いてたね、たくさん。そうですね、いろんな感情が詰まってたので、結構泣き方とかもなんか練習がすごい、本番も全然冷静にできたんですけど、練習がすごい、なんかもう終わっちゃうのかと思ったら、そうだね、ずっと泣いてて、でも本番泣かないようにしようって、思って練習してました。あー、そっかそっかそっか、練習はいらんかねー。なんか泣かないようにしようと思って、なんか最終回で泣いて化粧落ちてアババみたいな書かれたら嫌だなと思って。書くなよ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 気に泣かせたれ。じゃあ4コマのネタにしたら次。そうですね、次回作にご期待。全くもう、でも本当さ、最終話のアフレコもさ、その泣いてアフレコできませんみたいなこと全然なかったし、本当にちゃんと無事にアフレコしきって、仕事しきって、素晴らしい、さすがプロだったね。もう皆さんについていきたくて、いや、ついていきましたよ、逆に。そうだよね、率先して引っ張ってくれて、もうね、ピーちゃんが どんだけマイク前に出ても絶対カオスでいてくれたから、それで私たちもね、なんかこう一緒になんか隣で立てるなってくらいだったから、本当にお世話になりました。お世話になりました。終わりたくない。お腹しちゃった。いやいや、でもまさか大西先輩が一番最初に泣くとは思わなかった。言いました。やめてよ。涙もろい。結構涙もろいの。やっぱ最初から寂しい。寂しい、やだ。だってアフレコ終わった時はそんなにこう結構カラッとしてたじゃない。そうでしたか。お疲れ様でしたみたいな感じ。また会えるっていう感じで。違う、だってほらまた会えるって思う、分かってたしさ。また会えるし、オンエアがね楽しみだったから。そうそうそう。いや、だってオンエア終わっちゃったんだよ。どうする？どうしよう、7月から再放送します？わー、簡
かに今からか今からか、あと2期もやるしかない。そうだ、やりたいよね。ぜひ本当 に、だってお話はねあるから。そうですよ、ね、やろうやろう。かおりん先生がこうやってね連載ずっと続けてくださってるのも本当にいつかねまたやれたらいいよねってすごく私たちも思いますし、ね、これだって放送見てくれてたらさ、うん、あと思ってさ、すごいめっちゃ筆早くなるかもしれない。先生が確かに先生作業はかかってます。先生いっぱい書いて先生ストックストックご飯食べよう。あ、ご飯食べに行こうよ、みんなでさ。食べに行きましょう、行きましょう。行きましょう、みんなで。行きたい、行きたい。得しますね。もうぜひあの番組見てくださってる方もその放送が終わったけど、なんかそのやってない再放送がそんなにすぐできるとは思わないし、その間ね、ぜひあのブルーレイだったり DVD だったりいろいろ見て、なんかコミックガールズのことずっと忘れないでもらえたら、またどこかでね、私たちもまたあの子たちになれる、ね、時間が来るといいなって思っちゃいますので、うんうん、引き続き応援よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。それではね、ここでちょっと切り替えてお知らせをしていきたいと思います。はい、よいしょよいしょ、ありがとうございます。お知らせしますかね。こっちの方に参りましょう。の神がこれを見るかい。あ、よいしょよいしょよいしょ、ライブしたかな。よいしょ、そやそやそや、元気よくいくぞ。そやそや、まあ、距離じゃん。なにこれ。はい、じゃあまずはあのピカちゃんの方から。はい、まず一つ目こちら、レンドロイド。萌えたカオルコの彩色原型を今回初公開。ちょっと前の方に見てください。すごいすごいすごい、めちゃめちゃ可愛い。持った方が見えるかな。意外と大きめですね。レンドロイド、そう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 、で可愛い。あ、これは表情パーツはなんとたくさんありまして、可愛らしい通常顔や今回このアババ顔、そしてさらにテンション高いはしゃぎ顔をご用意しております。はい、オプションパーツとしてカオス愛用のペンブパーツのほか、ニャオス先生の2種を付属します。あ、ニャオス先生ついてくるの。すごいね、楽しみですね。はい、発売日などは後日発表いたします。続報をお待ちください。はい、そして7月29日に幕張メッセにて開催されるワンダーフェスティバル2018夏のワンダフルホビーライフ 4U28 ブースのステージイベントに、私とエイデの2人で参加することが決定しました。よろしくお願いします。こちらも詳細は近日公開予定ですので、特設サイトをご覧ください。お願いいたします。続きましてはこちらをまずご覧ください。ドドン。はい、7月やばい。7月3日からアニメ書き下ろしイラストを使用したアクリルファイルセットが発売予定です。ちなみにこちらローソンさんとのものとでなっておりまして、あのコラボさせていただくことになりまして、こちらの商品にはカオルコちゃん、小夢ちゃん、ルキちゃん、翼ちゃんの歌うオリジナル楽曲がダウンロードできるシリアルコードがついております。ほいほいほい。そしてですね、本日は7月3日からゲットできるクリアファイルと、7月17日から発売されるポストカードの現物がまた来ておるということで、ちょっと見ていただきましょう。はい、これだよー。じゃーん、すごいいっぱいある。すごい可愛いよ。めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い。なんかすごいね。浴衣、コミックガールズ。浴衣、浴衣、浴衣、めっちゃ可愛い。今の時期にぴったり、とこっちもぜひ。そしてポストカードだよ。可愛いローソン5種類。映ります。こっちもぜひお願いします。映る映る。じゃあこっちおいで。そっちだ。こっち行くよ。みんなローソン種類出るの。ローソン、ローソン、メイド服かわいいですね。こちらのそれぞれね、7月3日または7月17日から発売されるものでございますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。こちらのキャンペーン詳細はローソンさんのサイトにてご確認の方をお願いいたします。はい、さらに7月に秋葉原にてコラボカフェが決定いたしました。勢いが素晴らしい、ね、こちらまた詳細の方は特設サイトにて後日発表いたしますので、お待ちください。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそして続いて7月2日に公式ファンブック漫画家寮へようこそ。こちらです。どれどれ。はい、発売です。メインキャスト、メインスタッフのインタビューやキャラクター設定など内容盛りだくさんになっております。うんうん、そして現在好評発売中の漫画タイムキララマックス、こちらですね。はい、8月号は、はい、コミックガールズが表紙です。ぜひチェックしてみてください。なんか
ールズ箱押しよろしく箱押し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 反対のカメラ死んだかな。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、サウンドトラックもあります。日付が変わりました。本日日付変わりました。変わりました。本日サウンドトラック発売です。はい、こちらですね。素敵な曲が買ってくださいな。はい、ちょっとメモ一個一個可愛いので。そうだよね、めっちゃ曲数入ってなかったけど。そう、なんか42曲だよ、だって。タイトルが聞いたらいろいろシーンを思い出しそうですね。すごいの、このタイトルがヘタッピとか。やめろ、メンタル弱い。あのね、あのね、そう、名前であのカオちゃんがグサグサになるやつ、ね。あはーん。あはーん。あら。あはーん。はーんってのもあるのね。ある。あ、いいな、暗黒の勇者とかあるんだ。絶対絶対あれだよ、絶対あれだよね。答え合わせするのも面白いかもしれない。楽しいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、来週の6月27日水曜日にブルーレイ &DVD 第1巻が発売です。イエーイ。ですね、初回限定版には上か上ここありましたありましたありました、こちらでございますね。あ、まあ出てますね、その画面にも。初回限定版には半沢香織先生書き下ろしアウターケース、アニメ書き下ろしのデジトレイをはじめ豪華特典盛りだくさんでございます。特典 CD にはカオスが歌うメモリーズ、そして涙見せないも収録。これだから一人バージョンってことだね。もう最初から最後まで真っ白って言ってますね。すごいすごい、真っ白堪能してください皆さん。うん、そしてですね、7月25日発売の2巻のジャケット、本日初出しございます。初出ししていいの？初出ししていいんだね。していくよ。はっ、かわいい、かわいい、かわいい、すごい、コミテルキさん、ルキさん、いいよ、めちゃめちゃいいよ、尊い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 、買わずにはいられないでしょ、みんな。これはまだかな、まだかもしれない、まだかな、まだかもしれないですね。そしてですね、こちらの第1巻と2巻には11月4日開催イベントの優先販売申し込み券が封入されております。ぜひ一緒に盛り上がりましょう。イエイイエイ、楽しみ。ずるいよ、後ろで見てさ。すごいすごい、それすごい、これはやばい、それすごい、ずるいよ、思ってたのと違う。いくよ、いくよ、ほら、どうしよう。いいんですか、そんなの。いいんですか？早かった。ちょっとみんな買ってぜひ、見てみてください、裏をね。これはすごい、すごい、すごい、素晴らしい、素晴らしい仕掛けです、これはすごい。はい、そしてですね、ブルーレイ &DVD 発売を記念しまして、ツイッターにてリツイートキャンペーンを実施いたします。これプレゼントの内容はみんな聞いて、はい、先生の話聞いて、失礼しました、ほら、キャーいやいややらせるな、12時9分にやらせるな。12時9分だからやるんだよ、いい頃はだからやるんだよ。あ、そうそうそう、ツイッターのリツイートキャンペーン実施するんですけども、プレゼントの内容こちらすごいですよ。んサイン入り台本プレゼント、こちらにあります。ババババババ、書いたよ書いたよ。いや、ちょっとさ、超豪華超豪華、すごいよ。何人分があるの？1、2、3、4、5、6、7、8、 8全員分、すごい豪華、すごい。こちらの台本プレゼントなんですけれども、本日ですね、日付が変わりましたので6月22日金曜日の夕方ごろに公式ツイッターにて詳細を発表いたしますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ツイッターです、よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ最後に改めてね、放送情報の確認にいたしましょうかね。はい、よいしょ、ガサ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 よいしょ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 、いっぱいいっぱい紹介したからな。はい、最後に改めて、この番組は ATX 東京 MX BS11 での放送は終了になりましたが、この後関西テレビはいつもよりちょっぴり遅い26時50分から最終回の放送になります、うん、関西の方もぜひご覧になってくださいね。お願いします。そしてそして明日と
というか改めもう本日でございますね、6月の22日の23時からはニコニコ生放送でもコミックガールズ第シャープ12話が、配信されますので、これからも以降順次各配信サイトにてご覧になれますので、皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。それでは最後に番組をご覧になってくれた皆さんに私たちからご挨拶をということなので、まずはリエリーさんからお願いいたします。はい、改めまして勝木翼役をやらせていただきました高橋リエです。本当に翼と一緒に過ごさせてもらうこのコミックガールズとして携われるこの時間が本当に本当に楽しくて仕方ありませんでした。もう本当にいくらでも何だろう、こう私の声が尽きぬ限り、もうずっと永遠に翼の声を出せる準備はしておりますので、また皆さんとどんな形であれドラマ CD とかね、こうテレビアニメ2期とかどんな形でもいいので、また翼を演じられる日が、こうみんなと一緒に演じられる日が来ることを楽しみにしておりますので、皆さんもこう漫画を読んだりとかいろいろな媒体でコミックガールズを見るときは私たちの声を思い出してもらえるとすごく嬉しいかななんて思いますので、引き続きコミックガールズの応援どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。よっ、本庄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 はい、イルカアルキ演じました鬼沙織です。もう本当にねありがとうございました。今日だってあれだよね、1話から11話の振り返りも見てくれてる人は一気にだって12本見た人もいるってことでしょ。全部振り返ってくれたんだ。そうだよ、もう12本ね見てくれた人ありがとうございます。本当になんかアフレコの時も楽しいし、で見てオンエアの時も楽しいし、どっかでも言ったんだけど1話のね時みんなで集まって1話リアルタイムで見て、リーちゃんが録画してくれてたのを速攻もう一回流すっていうもうすぐ見たよね。もう本当にだって演じてたキャスト陣がこんなに繰り返し速攻見たくなるんだから、それが面白いに決まってますよってことなんですけれども、本当なんか改めてさっきね空っぽのその量を見て、なんか私たち本当に4人楽しかったなと思って、あ、やばいやばい、泣いちゃうからもうすぐ。いや本当にようこそ、本当にね楽しくって、アフレコも、なんかこの先もいろいろあると思うので、なんだこの正しいいや本当に、あとねグッズがものすごい出てるんですよ。だからグッズも買っていただいて、本も買っていただいて、お願いする態度かDVD も買っていただいて、そうだって DVD にはさみんなのさ、ソロバージョンもどん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 入っていくわけよ。 そしてささっきの1巻と2巻のねパッケージも見てくれたと思うけども、素晴らしい絵がつくわけよ毎回、みんなが買えば2期ができるわけよ直接的だから本当にいろんな人に買って、1人5枚ぐらい買って友達にもいっぱい広めてほしいと思います。本当にまた会いましょう、いろかるきとして会いたいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、そんな隣でニヤニヤのあなたに感想を聞いてもいいですか。すいませんね、ニヤニヤのニヤニヤでしたね、はい、小泉くゆみ役の本田かえりです。わーい、こんばんは。どうもありがとうございました、はい、そうですね、小夢ちゃんは個人的に初めて出会った時から結構親近感というか気持ちの分かる女の子、あと私もすごいたくさん食べちゃったりもするので、今日もお弁当食べる前にサンドイッチ食べて、その前にもなんか食べたなみたいなそんな一日だったんですけども、だからこそこうコミックガールズっていう作品の中で小夢ちゃんがなんだろうな、一人としてまず成長しつつも、そのカオスちゃんっていう女の子と出会って、ルキちゃん翼さんと出会ってどういう風に反応していくのかなとか影響を持っていくのかなっていう人間性っていうところはすごく勉強になりましたし、彼女たちのようなそんな人間性のいいところをたくさん勉強してきた、でも3ヶ月以上か収録も含めるとだったので、本当になんか自分自身それを活かせる人生になれればなと思いつつ、2期早うバン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 でもやっぱり、最終的には本当に皆さんの言葉の応援ももちろん大きいけれども、直接的な応援っていうのはとてもとても大事でございますので、ぜひ1人5本よろしくお願いします。お願いします。一人5本でございますよ。攻めろよ2人。お願いしますね。本当にありがとうございました。はーい。じゃあ最後は我らが座長、ピー、ちゃんにお願いします。はい。カオス役の前田カオル子役の赤尾光です。
今まで今ありがとうございます、ここまで最終回みんなで4人で迎えられてすごい素敵な環境です。でスタッフさんたちもすごいとても真剣にコミックガールズに向かい合ってくださってて、私も頑張らなきゃってずっとここまでやってこれて、とっても楽しかったです。地上波で初めてみんなと一緒にできたことが、このメンバーでこのスタッフさんたちとコミックガールズっていうのでできたことが本当に幸せです。ただ本当に幸せです。何言いたいのか忘れちゃった。ただ演じるテレビで演じるアババは一旦お休みしますが、また皆さんに楽しいアババをお届けできるように頑張りたいと思います。いろんな展開が待っていますので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。私たちも楽しくこのコミックガールズを楽しく演じて大好きですので、皆さんもずっと大好きでいてくれたら嬉しいです。とりあえず言いたいことは言えたかな。本当にありがとうございました。あれれ、電気が切れちゃった。あれ、ティーちゃん、はい、遅くなったけどこの前誕生日だったよね、うん、ということでコミックガールズから赤尾ひかるに誕生日ケーキがあるんだ。受け取ってください。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアピーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。本当に泣いちゃった泣いちゃった。ありがとうございます。これブクガルしなくていい？ああ、ちょっと時に。スクショ、スクショタイム？じゃあみんなにスクショしてもらう？私の携帯で撮って、携帯で撮るの？いいよ。だってほら、思い出としてのノーサク溶けちゃう。パンスだから。じゃあ、ピッちゃん持つ？ピーちゃん。ピーちゃん持てない？持てない。持てなくないか。そうだった。ピーちゃん持てなかった。いくよ。かわいいよ。まず一人。一人でいくよ。はい、チーズ。一人持ってない。かわいいよ。かわいいよ。じゃあ4人で写って。わー、やりたい。よしよし。あ、入るか。あ、入るか。あ、入る。ね、エデちゃんこっち行って。よしよし、いいぞいいぞ。いくよ。はい、チーズ。オッケー。後で送っとくね。ありがとうございます。じゃあ、スーする。スーする。よし、封印させていただきます。ピーちゃん、せっかくだし一口食べる？食べよう食べよう。食べな。ろうそく抜く？どこ食べる？いちご。いちごがいい？いちご食べる。わかった、いちごね。ほい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 。この辺かな？あー、さしてあげて。はい、いい？あー、おめでとう。おめでとう。おめでとう。かわいい。おいしい？とっても美味しいです。よかったー。よかったね。めちゃくちゃ可愛い。すごい、なんかピンクのケーキを用意していただいて、真ん中にカオス付きのカオスがいるんです。ここにヤスちゃんもいるよ。光る赤。すごいね。あとで食べようね。はい。あ、そしてそしてそしてあのね、ピーちゃん、ケーキだけじゃないんだ。受け取ってほしいものがね、他にもあるの。うん。じゃあ、はい、それぞれ出して渡しますか。そうですね。はい。
じゃあせーので出そうか、うん、そうね、せーの、じゃーん、じゃーん、ピーちゃんに色紙を書きました。おめでとう、本当にありがとうございます。もうありがとうじゃ表せない。そんなそんな、おめでとうございます。本当に、ね、みんなそれぞれ書きました。一気に出しちゃうとね、読めないかもだけど。そう、じゃあ私はね、お誕生日おめでとう、伝わってるかわからないから改めて書きます。大好きだー、伝わりました、よかったー。私も読むよ、赤尾ちゃんハッピーバースデー、いつも素敵なアババをありがとう、これからもよく笑う赤尾ちゃんでいてね、ということで、ありがとうございます。本部からも読みます、赤尾チキンへ、お誕生日おめでとう、そして唯一無二なカオスちゃんで引っ張ってくれてありがとう、お疲れ様でした、頼もしい同期の本部帰るより、ありがとう、本部ちゃんらしい、ありがとう、ぜひもらってやってください、もらってほしいです、私たちからのプレゼントです。よかった、サプライズ成功して、成功しましたね、そう、これ今日結構なんか一人ぼっちで寂しかったのはこのためですか。そうだね、あの3人が一気に別室にいなくなったのはこれ書きに行ってたんです。ちょっと上手に書きに行きたかったんだけど、作業時間が結構みんなちゃんと書かせたから、そうなの、結構一人にしちゃって、寂しくて、ね、マネージャーさんに何喋ろうかなと思ってだったんだね。だってさ、私がさ一番最後に出る人だったんだけどさ、出ようとしたらさ、どこ行くんですかって危ない危ない、やべえと思って、ちょっと呼ばれてるからって言って、呼ばれてるからおかしい、怪しいんだよね、やばいよと思って、いや本当にリアルぼっち寮とか言われてて本当に最終回さながら一人で過ごさせてしまいましたけれども、こうしてね、私たちからの愛をね受け取ってもらえたら、プレゼントしましょう、幸せで、よかった、よかった、嬉しいです、成功してよかったです。そしてね、この番組今まで隔週のレギュラー放送として開始、そしてこれまで全部で4回お届けしてきました、うん、本当に皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。これにて最終回ではございません。おえ、ちょっと救済することにはなりますが、うん、今後もなんと不定期ながら連載していきたいと、私たちはもちろんスタッフさんもみんなそう思っていたようです、スタッフさんも、そうなんです、素晴らしい、うんって言った今、そうありがとうございます、心が一つになったことにより、あの次はいつかはまだここで発表できませんが、うんうん、必ず皆さんの前でこうやってお顔を見せることができると思うので待っていてほしいです。またこの家に帰ってこれるのね、またよかったよ、また私たちのおしゃべりでも聞きに来てください、やったー、お願いします、ということでね、そうぜひ目で会ってください、あのね、大事なとこ言っておきますね、はい、そうですね、あの、あ、どうしようかな、赤尾ちゃんに読んでもらおうかな、はい、そうやな、ありがとう、はい、はい、どこだ、うん、はい、テレビアニメコミックガールズは本日最終回を迎えましたが、うん、原作はまだまだ連載中です、よし、物語は続いております、うん、ということは期待しております、目がマジ顔がもうすごかったそうであってほしいです、はい、すべては皆さんの応援次第となりますので、これからもまだまだ面白く、そして可愛く盛り上がっていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、それでは今日のところはこの辺で、うん、お相手はペンネームカオスこと萌田香織子役、チキンのカオス、あ、カオスじゃない、名前赤尾光と、ペンネーム恋する小夢ちゃんこと、小泉が小夢ちゃん役、うん、そしてエイレス先生こと本の帰りとペンネーム爆乳姫子こと色川るき役、パイ先生、もう全部なんか色っぽいやつだそうだよね、もう自分でつけたんだもんねパイ先生こと大西さおりとペンネームウイング V こと勝木翼役、うん、覚えてる、ハイブリッジ R 先生こと高橋理恵でした、うん、また次回必ずお会いします。